こんにちは、ダイスです。今回は人生初の横須賀に来ています。ずっと来たかったんですけど、今まで機会がなかったので今回初めてです。神奈川で仕事があって、はい、うん、そのついでですねに、カンカン式の翌日、はい、翌日です。夜になったね。夜になりました。なんで今回は、はい、泊まるホテル、うん、どんなところか行ってみたいと思います。ね、久しぶりにね、県外出たね。うん、県外出ましたね。いやなんか嬉しいね。なんか嬉しいです。もう海の近くに今ナビだと来てるんですよね。そして先ほど横須賀市に入ったっていう感じです。とりあえずホテルですね。ホテル、はい。で、うん、今回は、はい、オーシャンビューが見れるホテルにしておいた。はい、船見れるかもしれないしね。ねえ、そうそうそうなんですよ。めっちゃ楽しみなんだけど、うん、楽しみですよね。うん、見えるといいね、船。うん、そうだね。はい、ということで向かいます。この先混雑があります。混雑月が見えてますね。いい時間になってきました。今日満月かな。結構丸くて綺麗。はい、もうすぐホテルです。目の前にね、今多分泊まるホテルが見えてるんですけど、こっち側がもう海なんですよ。潜水艦が見えました。初めて見ました。おーって言っちゃいますね。ほんとびっくりした。後で暗くて分かりにくかったけど、ね、暗くて分かりにくいけど、後でお散歩がてら来れるかな。うん、すごい、めっちゃ近いです。そして泊まるホテルはこの正面に見えているところです。これから向かいます。はい、すごいね。すごいね、ホテル背が高い。ずっと来たいって言ってたもんね、ダイスさん。はい、嬉しいですちょっとテンション上がっちゃった。眠いなって思ってたんだけどはい、駐車場に来ました。到着した。はい、車降りてきました。荷物いっぱいとりあえず受付に行きます。あの、僕も結構な荷物だからね。うん荷物多くてそう、こちらです。ベルキュール横須賀さん、見込まれます。はい、レストランもあるね。ベルキュールホテル、はい、はい、行ってきます。広いはい、エレベーターに乗りました。今日は16階です。だいぶ高いところに泊まりますね。いい感じ。はい、ドキドキします。着きました。出して、抜いて、あ、いたはい、ここだ。こんな感じです。あ、すごい。おー外見たい。はい、オーシャンビューのお部屋です。海が近い。あと潜水艦見えてますね。今ちょうど画面の真ん中にあるのが潜水艦です。他にも泊まってるのかもしれないんですけど、ここからだとちょっとよくわからないですね。初めて見ました、潜水艦。すごい嬉しいです。ベルニー公園までご飯と、うん、もうついでに行きますか。そこがね、ベルニー公園なので、ここ行ってみます。行きたい行ってきます。ご飯も買ってこよう。うん、そうします。はい、夜ですが、明日も来ますが、ベルニー公園に行ってきます。はい、潜水艦ありました。これこれ潜水艦です。暗くてね、何かわかんないけど、形がもう
初めて見るテンション上がりますね。めちゃくちゃ嬉しい。で他にも泊まってるのでそっちも見に行きますそう、こんな感じです。すぐ近くが海、奥の方にね、ちょっと見えるんですよね。なんだろうはい、潜水艦の真横に来ました。右手側が頭で、左手側がお尻になってます。すごい。でね、こんな感じのとこです。綺麗。すごいね、こんな近くに見れるんだ。公園もですね、明かりがこう後ろとか綺麗になっていると思うんですけど、明るくて歩きやすいです。大きい船なんだろうな、番号が見えなくてもうちょっとで見えそうなので歩いて向かってみたいと思います。はい、見えてた大きい船は183です。出雲みたいです。ヘリも今ね飛んできてます。夜にヘリ見るの初めてです。すごい。でした。すごいね、こんな近くでヘリの離発着見れるなんて思わなかったです。嬉しいです。はい、できるだけ近くに来てみました。出雲です。見れると思ってなかったから嬉しいです。観艦式でも出てた船ですね。本当に大きい。びっくりしますね。夜の出雲も素
敵ですが、明日もいてくれるだよね、多分。楽しみですね。はい、先ほど見てきた出雲がこれです、ね、で奥に一隻止まってるんですけど、大きいあの缶が何か分かりません。でもすごいね、綺麗です。で逆側のこっちが米軍基地側なので、奥に戦艦がね一隻止まってるんですけど、何か分からないそして先ほど、はい、最初に見た潜水艦っていう感じです。こんな配置で止まってました。こうずっと見てられますね。すごい綺麗。今コードさんが望遠レンズで覗いてくれました。あの出雲が手前ね、こっちを向いて止まってて、奥の横なのが181の日向です。びっくりしました。本当に大きいので何かなと思っていたのですが、2隻も見れると思わなかったです。すごい大迫力です。昼間見たい記念にね、たくさん夜の姿も撮って収めておこうと思います。はいずっと言ってますが、来てよかったです。本当に嬉しい、ね、帰りたくないもん今このまま横須賀住む。あ、もういいよ。いや、そうだよね。もうちょっとありかなって思ってしまうよね。本当にこんな間近で見れると思わなかったので、すごい嬉しい。夜景も綺麗なんでね、もうちょっとお散歩して、あと夜ご飯ね調達して、うん、戻ろう。はい、戻ろうと思います。え、昼間もいるかな心配になってきますねはい、今日の夜ご飯もここです。徳板通りにある津波ボックスさん、テイクアウトでお願いしました。いろんなねメニューがあるとこです。本当に大きいんですね、びっくりします。今頼んでるので出来上がりを待ってます。はい、戻ってきました。テイクアウトしてきました。箱も大きいです。こんな感じ、こんな感じです。こっちがロナルド・レーガンバーガーで、こっちがジョージ・ワシントンバーガーです。開けてみよう。はい、すごい、すごい大きいです。こんな感じ、大きさが伝わらない。ちょっと出しますね。出していいよね、うん、重い開けてみます。こんなすごくない？すごいね。今年乗ってた同じぐらいなんだけどほらすごいね。ねえ、はい、僕のはチーズを、はい、かけます。いや、ちょっとごめん。あげるね。うん。はい。こんな感じ。すごい、すごいよ。すごいね。ねえ。うまそう。大きいよね。で、ケチャップとかがついてるでしょ？はい、そう、ケチャップとレモンかな。マスタードだ。ケチャップとマスタードがついてました。目玉焼き丸々一個中入ってるよ。うん。いただきます。美味しい。美味しい。すごい香ばしい匂いするもんね、うん、開けた瞬間からね。お肉までいかない。うん。食べ応えがあります。美味しいです。すごいね。ということで今回は。初めて横須賀に来てメルキュールホテル横須賀に泊まったという動画です。まあいろいろ見れたしね。いろいろ見れました。明日楽しみですね。明日も楽しみですね。なんでご飯を食べたら早めに寝ます、はい、うん、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!